点呼を開始してください。いい。ある。いい、ある?つうことは、3。4は、数でいいのかしら。5ってなんやねん。わからんから、バース。リュウ!総員6名、現在員6名、欠員ありません。日本語でお願いします。なんでだよ。ちゃんと点呼取れてたよ。パスしていた人員がいましたよ。もう、めぐみ。うちが悪いみたいに言うな。いきなり中国語で取り始めるなや。やり直してください。だから私らまで巻き込むボケはやめてくれ。あれ、雨?珍しくない？作戦中に降るなんて初めてですね。足元が悪くなるぞ。注意して進もう。ああ、みんなも気をつけろ。今日はポイント D の設置だから、昨日通った湖跡の近くだ。どうする?危なそうね。世界へようこそ。永遠の眠りのキスをあなたに。
んな感じ。ねえ、ゴヤー！いくつこだろ。何かがあった後じゃ遅いからな。作戦計画ってのは最悪を想定するんだよ。スカサッチ、つまりは私たちはエリート中のエリート上のエリート下ってことだ。何言ってんのか私ですら理解不能だからな。私たちってそんなにすごかったんだ。理解できてる。行くか。当然じゃ。
ツコ太郎。私らならやれるさ。逃がさないわ。こいつは効くぜ。ここからね。気にしてます。いいね。慎重に行きましょう。元気をちょうだい。みんなにこの力を。頭が冴えてきました。無駄に綺麗な宝石なら最後がこんなよりもよかろう。平気です。やるしかなさそうね。押しなきゃ。私が守る。くらえ。危なそうね。
ぞ。そんなイコール初めて耳にしたわ。だからさ、一つ恵んでくれない？すみません、今日は持ってきていません。ルカちゃんショック。十分元気じゃねえか。ショックを受けるのに元気なんて関係ねえよ。ああもうショックで走り出してしまいそうだ。むしろいつもより元気じゃねえか。ああもう一人でキャンサーの群れを一掃してしまいそうだ。最強じゃねえか、行ってこい。うわーもうそのままボスまで倒してしまいそうだ。人類勝利して平和が訪れるじゃねえか、倒してこい。でもエネルギーバーで我慢しておく。みんなごめん、ショックでボスまで倒しそうになってた。もう大丈夫、正気に戻った。むしろ人類はそれを待ち望んでたからな。二人は疲れていてもいつも通りなのね。やめろ、私まで楽しんでるみたいに言うな。さてどうかしら。どうなんでしょう。んなことねえから、さっさと進むぞ。そうだな。当然じゃ。そうだな。敵が来ます。
すがに敵が多くなってきたな。目的地も近いし、遠回りしてる余裕もないし、戦うしかなさそうね。設置の邪魔されたら大変だからな、ユッキーは。私だけじゃないからな。でも脅威の排除は賛成だ。よし、バッチリ勝って今夜はおにぎりパーティーだ。それは素敵です。悠長な奴らだ。とっととやってやろうではないか。レッツパーティー。よし、ここだな。ユッキー頼む、一刻も早く、おにぎりパーティーが待ってる。楽しみにしすぎだろ。周囲の警戒ちゃんと頼むぞ。まだまだやり足りねえ。レッツパーティー。アリピだらけだな。起動完了。今回は頑張って起きてた。当然だわ。やっとおにぎりにありつける。ここにはないだろ。あってもレーションだろ。かぼちゃショック。それ決して言わねえって宣言してたのに言ってしまうのな、愚かだな。いくらユッキーでも仲間が増えたことをディスるのは許さないぞ。そっちの仲間が増えても迷惑なだけだからな。私があの仲間が増えることを切に願う。でも今日もいっぱい動いたから美味しいもの食べたい。それぐらいないと報われんわ。あら、急に風が強く。うわ、なにこれ、風強すぎ。おい、見よ。こんなところに。いや、エッジの紹介網すら突破してくるのかよ。どうするの。一般兵の皆さんは直ちに不要な装備を投棄。フラットハンドを避けてヘリポート側に避難してください。了解しました。急いでください。ヘリポートとフラットハンドの間に入るぞ。一般兵への被害を許すな。了解しました。守りきってみせます。いつでも出られるようにしておけよ。了解にゃ。このままだと野営地が潰されっぞ。他部隊と協力して防衛しますか。守りきれたらいいけどさ。私たちがおとりになって野営地から遠ざけるぞ。無茶やろ。追いつかれたらどうする。ここで戦闘になって野営地ごと巻き添えになるよりマシだ。
牽制した反応があったら引っ張れるだけ引っ張れ。ああもうどっちに引っ張るんだ。一つ前のフラットハンド停止ポイント、理由は分かんないけど何かあるんだろう。むやみに引っ張るより可能性がある。それしかねえか。司令部に連絡を。こちら 31A、 フラットハンドが野営地直下に出現。これより 31A は陽動を開始する。後を頼む。とりあえず一発かましてこっちに引きつけるぞ。面白い。いいぞ。フラットハンドとの距離はおよそ2000。努力の甲斐あって一息つけそうだ。距離は稼げたか。一旦止まろう。司令部に報告する。あまり余裕はないぞ。手短にな。ああこちら 31A カエモリ、司令部至急応答してくれ。手塚よ、状況は聞いているわ。いい判断よ。あなたたちの現在位置はユッキー、霧ヶ峰で合ってるよな。ああ、合ってる。だいたい中腹あたりだ。 31A はフラットハンドの注意を引きつけつつ霧ヶ峰の奥まで引っ張っていく。勝算はある。他に方法がなさそうだしな。逃げるだけならなんとかなると思う。分かったわ。近隣地域の警戒をするように。
他部隊へ指示を出しておくわね。ルカ、フラットハンドとの距離が1500を切った。了解。司令官、そういうことだからまた報告する。了解。十分注意して。急げ。フラットハンドは5時方向だが、山陰に隠れたのか見えなくなった。距離はわかるか？そこまではわかんねえ。この先で尾根に登る道を探すぞ。
私の計算通りね。倒せた。フラットハンドは探そう。いたぞ。どうやら元いた場所で停止してるようだな。どういうことだよ。わかんねえけど、この隙に逃げるしかねえ。待ちいな。止まっとるんやったら一撃食らわしたろやないか。待て、不必要な攻撃はするな。めぐみ、死ぬぞ。は、上等や。こんな命くれたるわ。めぐみさん、ダメです。戻ってください。おい、みんなでアイカを抑えろ。うん、今だ、逃げろ。みんなよくやってくれたわ。おかげで野営地は守られた。お褒めの言葉、ありがたき幸せ。フラットハンドはどうなった？結局フラットハンドは想定される定期移動を行ったようね。あれから一切動いていないわ。そうか。まあみんなが無事でよかった。こちらの被害も皆無。本当にお疲れ様。以降の石膏は 30B が行うわ。今日は安心して休んで。ようやく休める。腹減ったな。ヘリの騒音に負けねえってどんな胃袋してんだよ。だけど飲む。逃げー。でも大人の階段を一つ登れたぜ。
がいいですか、めぐみさん。なんやねん、いつになく神妙な顔で。めぐみさん、無茶はしないでください。自分の命は大切にしてください。こんな命くれたるわなんて言わないでください。自分が他人やのにか。タマの言うめぐみさんとやらも勝手にコピーされた人格や。うちは何者やねん。めぐみさんはめぐみさんです。ルカにも同じこと言われたわ。そいつ誰やねん、わからんねん。目の前にいるあなたです。仲間にサイキックを向けるのはやめようよ。よくわからないけど冷静になって。夜風に当たってくるわ。めぐみさん、あまりに心配です。完全に自分を見失ってるな。そうだな、絶対ほっとけねえ。様子を見てくる。ルカさん、頑張りどころね。メグミンを探さなくちゃ。なんや、仲間にサイキック向けた説教会な。ええー、で、気が済むまで叱りつけろや。違うよ、心配だから来ただけだよ。心配？うちがか。もちろん、仲間だもん。うちは相川めぐみやないんやで。でもここで出会ってから一緒に過ごしてきたのは今のめぐみんじゃん。そっからの自分に何の存在意義があんねん。一緒にいた時間、大変だったり辛かったりしたけど楽しかったりもしたじゃん。私はこれからもめぐみんと一緒にそういう時間を過ごしていきたいよ。それは自分のわがままや。うちに押し付けんなや。
そこまで相川めぐみ本人であることが大事？大事に決まっとるやろ。うちの存在意義のすべてやった。これは相川めぐみっちゅうやつの話や。そいつは小さい頃から劣等感の塊のような存在やった。勉強もからきしダメやったし、生まれつき虚弱体質で運動も苦手、何しても誰にも劣って全く自信がなかった。感情表現、笑うのもうまくできんくて、ずっとクラスの端っこにおって孤立してた。無邪気でいてもええ年頃や。でも脳なしはヒーローに憧れてしまうもんなんやろうな。そいつは特別な存在やないと自分が許せんかった。一人特別な力が自分にないか試しとった時や。スプーン曲げに成功した。ようあるんはテコの原理を使って実際には力を入れて曲げるやつや。せやけどそいつの場合はほんまに力を加えずに曲げることができた。自分には超能力の才能があるんかもしれんと気づいた。念動力を試した。触らずに効果を浮かせることができた。興奮が止まらんかった。これをみんなに披露したらどんな目で見られるんやろってな。実際もういくつか浮かせてみせた。最初はわっと湧いてくれた。生まれて初めて嬉しいという感情を覚えたけど、そんなん手品でもできることや。すぐ飽きられた。もっとインパクトがないと興味は引き続けられへん。コップから水を浮かせることを思いついた。それは見た目にもインパクト抜群やった。それを動画として撮影してネットにアップしたんや。世の中の反応はえげつなかった。携帯が鳴りやまんかったから通知を切ったぐらいや。そいつが関西で天才サイキッカーとして名を馳せたんはそこからや。舞い上がってその行為に夢中になった。他にもコーラやトマトジュースやコンポタージュを浮遊させてはアップし続けた。浮かせるもんは固形より液状のものの方が受けが良かった。そうしたらいろんなメディアから取材のオファーが舞い込んだ。関西で知らんやつはおらんくらいの有名人になった。美少女サイキッカーここに現る。いや、ついには本物のサイキッカー集団からお声がかかった。言うても自分は知らんやろうけど、そのリーダーは世界的にも有名な予知能力の持ち主や。スカウトされてどでかい研究施設のようなところに連れて行かれた。そこがその集団の総本山で、超能力を鍛える修行の場でもあった。せやけどな、至る所で本間もんの超能力者が訓練してて、そいつは面食ろうたんや。コンクリート越しに向こうにある瓶を破壊したり、誰も乗ってへん車を遠隔操作してたりな。極めつけは目の前にある物体を消し去ったやつや。後で聞いたら別の場所にそれをテレポートさせてたそうや。恐ろしい集団やった。そもそもなんで相川めぐみなんかよりそいつらの方が有名になってへんのかが不思議やった。それには理由があった。リーダーである予知能力者はこの時すでに何者かの襲来で地球がピンチになることを予見してたんや。つまり秘密裏に地球を救う組織を作ろうとしてたってわけや。相川めぐみもその一人になれやって。なあアホな。誰も彼もがそいつより何倍何十倍もすごいサイキッカーやで。そいつがネットにアップしてたサイキックなんて遊びみたいなもんやった。新入りが物珍しかったんやろうな。あなたはどのような力をと聞いてくるやつがおった。水を浮遊させられますって正直に答えてみた。そしたらモーゼのように海を割れるのですね、それは頼もしいと返された。アホいいなや。せいぜいコップの水を持ち上げられるぐらいや。そんな海を真っ二つに割ることなんてできるかいな。そいつはそこでも
官に苛まれることになった。みんながものすごいことやってる中、そいつ一人はコップの水を浮遊させるだけの日々。そんな情けない姿あるかいな。みんなから白い目で見られてるようで、どうしようもなかった。せやけどある日、めったに姿を見せへんリーダーが現れた。訓練中の超能力者は彼女を見て手を止め、全員が頭を垂れた。それぐらい威厳のあるリーダーやった。相川めぐみかて、スカウトされた初日に一度挨拶しただけの相手や。ただすごい予知能力の持ち主っちゅうことしか知らん。その彼女がなぜか相川めぐみの前で足を止めたんや。そしてみんなが見つめる中、相川めぐみにこんな言葉を伝えた。あなたは救世主。それをみんなはまだ知らないだけ。全身に稲妻が走ったような衝撃やった。それは相川めぐみだけやなく、そこにいた能力者すべてにや。すごい目で見られた。ここにいる誰もがそいつよりすごいのに、なんでよりにもよってこいつなんかが、有名や。でもそれは一瞬やった。今度はみんなが相川めぐみに向けて頭を垂れたんや。荘厳な絵やった。そこにおる全員が、あなたが救世主ですって言うとるみたいやった。それほどまでにリーダーの発言は絶対的やった。相川めぐみにはずっと自信なんてなかった。一時調子に乗ってチヤホヤされただけのひよっこサイキッカーや。でもそのリーダーの言葉だけは信じてみようって思ったんや。うちが救世主になる。せやったろ、なったろやないか。その時こそ真の意味で特別な存在になれるからや。ずっと劣等感に苛まれてきた。こんなうちでもや、相川めぐみにとって戦う理由はその言葉が全てやった。せやのに、その言葉をかけられたんは相川めぐみであって、うちや。戦う意味も、存在する意味もなくしても。以上、これが相川めぐみというやつの話や。私なんかには想像もつかないけど、すげえ壮絶な人生を歩んできたもんな。でも私はこう思うよ。今のめぐみも今日まで頑張ってきた。私らはそんな今のめぐみが好きなんだよ。それじゃダメ？自信あれへんのや。なんでさ、初めて会った時もすごい勢いでライバル視してきたじゃん。私に負けたくないでしょ。それは今のめぐみんだって同じでしょ。そう見えたか。実際そうだったもん。あんなもん強がりに決まっとるやろ。え？まるで自信なんてあれへんかった。何の実績もないひよっこサイキッカーやで。なんか切らんと顔も合わせられへんかっただけや。そんな。なんや、チヤホヤされて相変わらずやな。こんなところでもスター気取りか。うちのこと忘れたとは言わせへんで。うちは天才サイキッカーの相川めぐみや。うちが関西で天才サイキッカーやっとんのに、似た感じの天才クールビューティー風のキャラで全国的にブレイクしよってからに。そのせいでうちの存在がどんだけ霞んだ思っとんじゃ。あれが強がりだったなんて今まで気づかずにいた。ごめん、無神経なこともたくさん言ってきたかも。今さらそんなことどうでもええ。要はもともと自信のないやつがベースになっとるんがうちという存在や。ほんで救世主になれるっちゅう唯一の支えすら失ったんが今のうちや。
これから何を支えに戦えようや。でもさ、こうも考えられないかな。なんやねん。そもそも今のめぐみんが救世主の可能性、どう考えたらそうなの。本当の相川めぐみだった存在はもうこの世にはいなくて、救世主にもなっていなくて、人類はピンチに陥ったままなわけじゃん。そう、その時すでにいつかヒトナービーとなる相川めぐみに向けて予言していた。今のうちに向けて、ほんまにそんな可能性あるんか。すごい予知能力者だったんでしょ。せやけどすぐには信じられん。ほんまやったらあまりにすごすぎる。まあそういう可能性も考えてみてよ。さ、今日は寝よ寝よ。なんやねん自分、恐ろしい可能性を懐をえぐるようにぶっ刺してきたくせに、能天気に今日終わらずにかかるよって。たくさん話もさせちゃったし、一晩じゃ考えがまとまらないかと思って。せやな、今日は休むか。